学のさまざまな魅力や取り組み、学生たちの活動を紹介するガンダイニング。今回はオープンキャンパスの会場から各学部をご紹介していきます。岩手大学では令和7年4月に学部をリニューアルします。新しく獣医学部を設置、地域のニーズに応え牛や馬など産業動物の獣医師育成に力を入れていきます。オープンキャンパスで特に参加者の興味を引いたのが新設される獣医学部でした。今、いろいろな調整が変わっていって、最新の授業に変えたい、そういったことが、学部化することによって速攻的に、実施できるというのがメリットになります。学生ファーストの、改革であるということが言えると思います。共同獣医学科の研究内容がパネルで紹介され、研究室の学生や教授が説明、高校生の質問にも丁寧に答えていました。細胞のことから大きい動物のことまで全部勉強できるんじゃないかと思って大学、獣医を選びました。牧場が近くにいっぱいあるので、牧場への実習に頻繁に出かけることができてすごく楽しかったです。農学部はライフサイエンス分野を充実させ、このように新しくなります。それぞれの専門分野に加え、農学を広く横断的に学ぶことができます。農林水産業が盛んなここ岩手で地域に根ざした研究も行っており、社会に出てからも命を育む食料と環境に関わる幅広い分野で活躍し、岩手大学で学んだことが生かされています。ミトコンドリアの中のタンパク質の動きだとかを解析して、健康寿命を伸ばすためにはどういうことができるのかというところを研究しております。で、ワンキャンパスっていうのがやっぱり一番の強みで、他の例えば文系理系関係なく一緒になっていろんな活動ができたりとかっていうところが、まあ、岩手大学の強みかなと思います。私たちは岩手大学を応援しています。